チャンネルです。はい、本日はですね、モンタンベルさんに行ってまいりました。こちらのお店は、恵比寿駅から歩いて4分5分ぐらいのところにあります。隠れた名店とね、結構言われる方も多いランチ帯では、カレーをメインに、そして夜はビストロみたいなお店となっております。本日そのね、もうファンも多いカレーいただいてきたんでご覧ください。本日のカレーどうぞ。こちらがメニュー表。カレーの種類が9種類、チキンからエビ、ビーフなど様々。カレーソースはオリジナルスパイシーの2種類から選べます。オムハヤシ、ハヤシカレーもあります。本日注文したのがこちら、ふわっとオムレツカレーを注文。その名の通り、ふわっとしたオムレツがライスの上に、そして早々とパッカーンしてトロトロ卵が現れます。店員さん曰く、早くパッカーンしないと余熱で固まってしまうそうです。そして見るからに丁寧に作られたカレー、早速いただきます。まずはそのカレーから一口。ほんのり甘み、深いコク、そしてスパイシーさがきて本日もうまし。早速カレーをオムの上からとろりとかけ、一口口にするとそのふわっとしたオムレツ、卵の風味や甘み、カレーのスパイシーさ、ライスのプチプチ感など全体の一体感がバランスよく、たまらない美味しさ。カレーソースには特に具材など入っておらず、その滑らかさが際立つ。滑らかなカレーソースがまた卵のふわっと感やライスのプチプチ感を引き立て、なんとも素晴らしき一皿。実際もっと行列になってもおかしくないほどのクオリティと美味しさ。ライスの方には少々の具材、そしてピクルスなんかもついて、たまにお口をさっぱりさせつつどんどん食べ進めると一気に完食。本日もごちそうさまでした。全部良かった。いや、今回ね、人気のオムレツカレーですか、いただいてきたんですが、その卵の感じ、ふわっとした感じ、トロトロの感じ、オリジナルとスパイシー選べるんですが、スパイシー選んだ分、まあ、スパイシーさもある、そんなカレーがこう見事な、バランスを保ちながら、玄米ですかねの感じ、このプチプチ感のあるライスとすごくマッチして美味しかったですね。サラサラタイプで決して重くない、化学調味料もちろん、小麦粉も使っていないカレーということで、すごく軽く、サクサク食べ進めていき、そしてその卵のふわふわ感だったりでこうね、重量感も与えてくれるといった感じです。すごく美味しかったですね。ファンが多いっていうのも納得の一皿となっておりました。いや、他の方のカレー見てたんですが、すごく美味しそうで、ポークカレーとかな、隣のおじちゃんのポークカレーとかもすごい肉厚で美味しそうでしたし、他のカレーもね、頼まれてて皆さんすごく美味しそうでした。もちろんカレーのメニューじゃないやつも、まあ、ちょこっとあったりだとかね、そちらも楽しめるお店となっております。はい、というわけでカレーにとりこの生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆様また次回、バイバイ。